今回は、アスマが本気を出さずに亡くなってしまったことに気づいてしまった、読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。考えてみると実力ほぼ出し切れないまま死んだよね。アスマ術だって一つしか使ってないし。本気を出せば被弾を貫通していた。貫通してもだから何だってレベルだしなぁ。本気出せよ。チャクラ刀でどう戦えと。改めて見ると面白い髪型してるな。主人公みたいな髪型してるよね。千鳥流した剣はかっこいいのにな。チャクラ刀でも技名のあるのとか何かなかったのか。攻撃用の封筒も貫通力のある武器も後々出てきたから描写しづらいとかではないはずなんだけどな。血統主義アンチのためのおもちゃ。各都の心臓一つでも潰してあいつにも不死身の何かネタがあるって判明する手助けしてもよかった。各都の心臓複数ある上に回も効くんだから命と引き換えに一個ぐらい潰させてもよかっただろ。アスマは被弾担当だから。排斥薬結構強そうだったけどあれ使ったの死後だけか。下忍び地のこの葉丸でも使えるぞ。精鋭中の精鋭の守護忍び獣に死だったしかかしに並ぶ実力という設定だから本当に実力出す前に死んだ感じがある。守護獣をなんたらのチューブラリン感もなんだか物悲しい。好きな食べ物フランクフルトとトロロ。B の鉛筆で死体蹴りするのはちょっとあんまりだと思う立場がまるでない。アスマ半全員の仇なのにイノシシ長を被弾の仇討ちに参加させないのとか疑問に思う展開も多い。それでいて格図との戦いに残ったイノシシ長は特に活躍したとかもなかったし、守護忍び14人衆みたいなののうち2人しか出ない上に1人は監禁されてアスマも大して活躍しないとか。忍び刀7人衆は終盤も終盤で詳細が明らかになったけどあのまま下手したら7人いる設定はってなっただろうね。それはそれとして世界観の広がる設定は嫌いじゃない。ぐはぁ。なんかすごいポットでの設定だったよな守護忍び。各都ほとんど戦ってないのに負けてるから舐めくされてるのに殺された人って印象が本当に良くない。カカシは主人公のインフレに対して勝手に強くてなってくオートレベリング対象キャラだからカカシレベルほど当てにならない指標はねえ。この時のカカシと同じくらいのら普通に実力出し切って死んでるよ。シャリンガンちょっと使うだけで1週間くらい使い物にならんのはだらしないなんてレベルじゃない初期の先生。どう見てもガキの頃より弱くなってる。キサメと対峙した時はアスマすごくねって感じだったよ。あなたはアスマです。この白寿司で落とし伸び瞬殺してた時はかっこよかったよ。そこがピークとは思わなかったが、さっきから守護忍びの数がバラバラでダメだった。カカシの強さが一番ブレてるな。万華鏡シャリンガン持ってるけど存在知らないので使えないところからスタート。いや存在知らないとかあるか。リンを殺した時点で発言したはずなのにね。本家の一族ですら海岸者は希少種なのにほぼ絶滅してるとしたら情報断絶しても当然かと。イタチが最初にこの吐きた時にイタチの目がヤバいってのは知ってたから存在は知っていたんじゃないか。なんで一部で使わなかったのか使えなかったのか、なんで二部で使えるようになったのか一切謎だけど。兄は暗部なんだっけ？このハマルの父親。肺を使う術とかまあまあ個性あるなって思ってたのにマダラが上位互換出しててひどくない？アスマー、そっちに二人行った。四代目の忘れ形見を迫害する民道改善できず息子はこれざるよ。被弾がバカだったから怠慢してくれたけど最初から格図も参戦してたら皆殺しにされてたよね。本気を出せば岩尾も貫通できる。でも兜に豪キャラ認定もらったし。ネジバーサス日向で一人だけ止めに入らなかったクズ。暁のどのメンバー相手でも戦果残せる実力じゃない。被弾ちゃん単品ならチームプレイで勝ってたし。その辺は戦いに備えて訓練を続けていたとか。アニメだと術使ったりもられてた。カカシは一部時点で二部相応の能力はあるはずなのに。キサメはチャクラ用とか水中戦はすごいけど接近戦はアスマに軽く切り傷つけられるあたりそんなでもないよな。アスマにだもんな。被弾の不死って結局封印どころか首切ったりで機動力奪っちゃえば死んだようなもんだからマジで大したスキルでもなんでもないっていう大概の不死キャラには基本的に常備されてるオート回復みたいなスキルがない。ダメージを相手にフィードバックするためだけの不死身能力なんだけど相手の血吸った時点で儀式発動状態に入ってもよかったと思う。陣に入らないでも。アスマはイタチと出会って実際どう思ったのか気になる。アスマさんとベニさんか。じゃあ大丈夫か、ガイさん、キサメ、あの人を甘く見るな。もっと三代目の息子アピールしろ。戦争編いろいろ不満言われるけどちゃんと忍び刀七忍び集回収したのは好き。ガイさん戦は知ってる人からしたらさすがに焦る。
車輪ガン対策や区画し対策してる住人なら警戒して当然だわな。あの時点でもすでに命と引き換えならまだらと殴り合いできるレベルの化け物が突然湧いて出たから、そりゃまあイタチは焦るよな。父親は火影で教授なのに息子はアスマなの悲しい。決闘が必要なら努力して移植したり体乗っ取ればいいだけじゃない。オロチマルのレス被弾は設定が網折りキャラ感がすごい。車輪ガンもないのに一度見ただけで式風神コピーできる三代目がおかしいだけだ。あれ見て真似したのか。もともと知っててもおかしくなくないか。使いながら四代目が言ってた死神かとか言ってたから多分知識として聞いてただけだと思う。戦争編で汎用忍び術は大活躍したのを忘れたのか。そりゃ個人戦になればエリートが強いのは当然だろ。特に血のゆえんもなく、なんかやたらと強いカカシとガイがいる時点でね。ベニは車輪ガンで潰せて、アスマはベニ抱えながら、二人が仮でもアスマなら死にはしないという高評価だぞ。ガイだと最悪しかどでしてくるから、ちょっかいかけるには危険すぎるんだ。対車輪ガンのスキルツリー振ってる神にキサメにもメタ腫れてるせいで、本当にあの人を甘く見ない方がいい案件である。桜ちゃんとかガイ先生みたいな血統と無縁の強者いるじゃん。考えたら凡人生まれのくせに柱間生まれのほかげの奥義まで習得してたのすごいな。被弾は単なる強さっていうより体を獣で便利そう。こいつ大型モンスター特化しすぎてる。三代目は元から被弾以外なら全部使えるって設定だから、むしろ四代目に教えたぐらいあってもおかしくない。港関係なしに普通に習得してたんだろうな。血統持ち多すぎて血統だけじゃ決まらねえよなという結論に説得力あるよね。ベニが幻術特化ってのも、うちは全滅後のこの派での評価だからな。うちは健在だと幻術枠に一般忍びはなかなか入れなさそう。ベニがダメというより車輪ガンが強すぎる。幻術で車輪ガンに勝てると思うなで終わったから、スペック差がひどい。二部入ってから強力な催眠みたいになったしな。雷影とか水影ですら洗脳されるし、十二支はいくらなんでも多すぎる。断層への警告と俺らみたいなのがお獣狙ってますよって伝えに来ただけだから、カカシ云々は適当言ってるだけだろう。初見殺しギミック多いよね。この世界忍び者だから当たり前かもしれんけど、イタチはなんでガイのヤバさを知ってたんだ。アスマみたいに他里に知れ渡るほど知名度があるわけでもないのに。そもそもイタチはこの葉の忍びだろうが、万年した忍びの下っ端がなんか術を使ったら他所の住人クラス7人と相打ちしましたってのはインパクトある情報だから、暗部時代に調査したとか。うちは一族を里の社と認めない断層のレス初めて見た。断層でもイタチのことだけは認めてるぞ。暁に入ってキサメ加入前の相棒が忍び刀7人の一人だったガイの父親に忍び刀を反壊させられたのをイタチに語ってたから、江戸転生してもそんなに強くなかったな。守護忍び12死とかブーンとか殺すの決めてからいきなり設定生やしてきた感がすごい。数年前までこの葉の暗部にいたんだから、自分とこの住人ぐらい知ってて当然だろ。網折りだと守護忍び12死は忍び美里とかなくして大名の戦力にしようぜって大名派と現状維持の忍び美里派に分かれて殺し合いやった、挙句現状維持派のアスマと地陸以外全滅したので解散したって設定が生えたぞ。今の無用話がサソリの仕込み針を初見で全部かわすチューバーだけど、アスマだったら食らうイメージしかない。イタチはスサノオどころか万華鏡使うだけで寿命ゴリゴリ削られる体だから、七門までならポンポン開く。害は本当にまずい。一番まずいのはアスマも割と強いから持久戦に持ち込まれたらあっという間に自分の寿命が真っ赤なところ。害の場合車輪ガンで幻術にはめてもらりったまま周辺丸ごと吹っ飛ばしてきそうだからな。害がバカなことやってるなと思いながらも、誰も見てないところでちょっとやってみて、やっぱりあいつはすごい、すごいけどおかしいとカカシは思ってそう。あまりに車輪ガンの幻術が強すぎて、下手すや幻術イコール車輪ガンみたいな扱いみたいなところなくはないしな。音幻術とか陣とかそれ以外に特別強力なのもあるけど、そういやベニ先生って何使って幻術にかけてるんだっけ。アスマは声が特にいい。死んでからの方が味方陣営相手に活躍してる。イタチ出本も割と最近だからな。守護15なんたらのチューブラリン感もなんだか物悲しいアニメで回収されたよ。桜ちゃんも割と幻術かかりやすいし、幻術タイプだからって幻術に強いわけでもないんだ。車輪ガンの幻術はごまかしや誤認だけでなく、洗脳レベルのことやるのが格が違いすぎる。忘れられがちだけど、カカシもイタチ相手に即負けてるからな。あれ月毒打たなかったらそうでもなかったんじゃないか。
そいつからするとカカシ先生も簡単に裁けるからな。皆さんは、アスマが本気を出さずに亡くなってしまったことに気づいてしまった、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。